もピオキングです。今日はこのコースやっていきます。ついに来ましたよ、俺はニャオンさんのコース。聞く話によると、この制作者日本一、いや世界一バグの知識を持っていると言っても過言ではない制作者さんらしいですね。ということは世界一バグったトロールコースなんじゃないかなと思うんですよ。僕はこのコースを2024年4月27日にいただきました。ずっとずっとほんとずっと楽しみにしておいて4ヶ月間経ちました。いちごショートケーキのいちごは最後に食べるみたいな感覚ですね。やるのが遅くなってすいません。でコース名は What a Complex Video Game Version 2。 なんて複雑なビデオゲームなんだろうということですね。そして説明文に、病み上がりに作ったコースです、バグはないよ。嘘つけ、サムネの左上からしてバグってんじゃねえか。なんだよあのオープンの量は。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.2%。 そんで僕もう一匹猫ちゃんを迎えたいなと思ってるんですけど、そうしたら二頭飼いになるわけじゃん。なかなか勇気が出なくて、二頭飼いになった時のメリットとデメリットをね、飼ってる人から教えてほしいなと思いまして。まあこのスパイクは無視していいでしょう。さあ土管に入っていこう。開幕バグを用意すんだって。え、今の魚にやられるんじゃないのこれ。誰か来る。開幕頭パッカーン。やっぱり説明文のバグがないよは嘘だったね。この人に限って絶対そうだろうと思ってた。なんか今度あるんだけど、ここにブロックあるんだけど、さっきなかったじゃん。ぶっ壊れすぎだろこのコース。次はどんなバグを持ってきてくれるんだい。ここで、あー、やるじゃない。だが僕を笑わせるにはまだまだみたいだね。さあこのツラナー一回待っておこうか。そしてキャポン名人を舐めるな。かぶれんのかい。これ上は、いやいやこれさ、変な探索しない方がいいよな。絶対罠とか来るもん。でここでデカキノコ、よっほほほし、あ、俺のバカ。デカキノコは取ったらいけなかったみたいですね。ならこのクリームを踏んでいっちゃおうか。そして僕は何もしないよ、これで大丈夫。なんか取れたけど、どうやって来たか全然わかんねえな。じゃあオープン乗ってすいません。でこのブロックは壊れて遅れと思ったけど、今ブロック獲得しなかった。もうバグりすぎだろこれ。もう先に進むのが怖いよっていうか、いやいやうるさい、キノコどっから出てんのよ。まあ下に行こうか、あいつは無視していいでしょう。さあこのハテナ、あっちだ。みんな見てて、マジでブロックが取れるんだよね。ほらほら、ブロック獲得1ってしてくれよ。左上にさ、コインだけじゃなくって。さあハテナブロックを叩きます。でやっぱりキノコだよな。ちゃんとしたところから出てこんか。いやマジでどうなってんだろうねこの制作者さんの頭って。さ、脳内メーカーとかあったら全部バグで埋まってんじゃろ。これ左上にお前邪魔すんだって。まあいいや、このまま進めるところまで行っちゃおうか。はい終わりや。キノコを手に入れて右のブロックは破壊しなきゃいけない。でその後チビにならなくちゃいけないんだよな。じゃあここで破壊して、その後どこでチビになるかっていう話なんだけど、あ、左上針があるじゃん。ここの針に当たってチビになっていけた。もうなりまくんなよ。え、ここら辺でわあ。あ、勢いがいいねこのコース。まるで僕の実況と同じみたいだ。さあ花よ、いなくなっておくれ。ちゃんといなくなってくれるんだろ。ガイ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 。ここ勢いでいけっていう感じかな。それで間に合う、花押さってこない、大丈夫だね。いやまだ間に合うよ。ここでちょいちょい、よしよしよし。でここでジャーン、よっ、なんだよそれ、発足じゃん。これなんていうゲーム。右上の氷すり抜けてしまったんだよな。じゃああそこに行ってしまったけど大丈夫かな。まあこれでね、戻れるっていうのは分かりました。さあ右下にもう一回戻ればいいのか。上ツタが出てくるみたいなこと書いてるけど、まだ出てこないよね。あ、今度さ目とかぶれるんじゃない。え、なにこれ、ワンランプは、ワンランプギリギリさせ、ちょ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 、スター様。いや、このブロックすり抜けるんじゃない。何言ってんだ俺は。もうね、いろんなものがすり抜けてるからバグによって進めるんじゃねえかなと思ってる。君はいなかったでしょうか。だがしかし、ボム兵も降ってきたのが見えたんだよな。だから一旦右に逃げる。で、ボム兵がどっか行った瞬間すぐ左、これでいいんじゃない。ちょ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 、なんで今度はすり抜けんのさ。え、これどこに行けばいいの。早く、このスター状態が、あ、右か、右のこのベッドをぶっ壊せ。よっ、よし、
ギリギリ間に合ってんだねえな。さあこのツタに黙っていこうか。こっち違うのか、そういうことはないよな。1/2、右と左どっち信用する。もう考えてもしょうがねえか。右の方から行こう。こっちはバカバカ。1/2が何だってんだ。一度引っかかればね、1/1になるんだよ。腹くそ。僕はもう分かんない。扉に入って右を進化してみようか。これでかわせるんだな。こっちが開くんだ。でオンオフしてすぐ時計に入る入る入る。キモ。ゴーライトドアは今左のドアに入ったから右のドアから来ればよかったってか。そのわらわグレイト。序盤だけでめちゃめちゃ罠が濃いくない？現役のカルピチュぐらいあるぜ。カルピチュってなんだ。キメイイケダすんだ。じゃあさっき左入ったから今度右入ってってみようか。これでさ、ゴーライトじゃなかったら面白くない？まあ一緒だと思うんだけど。さあオンオフして土管に入ります。でスイッチを叩いた瞬間、スイッチっていうかはてな、あ、え、今度ゴーレフトになってない？まあいいか、一旦これで叩いた瞬間左に行けば大丈夫みたいな。で左が開く。やっぱそうだよな、さっきの左バージョンっていうことか。でどっちが合ってるんだろうな。あ、中間じゃん。やめろー。取らせろ取らせろ。中間取らせろー。邪魔でー。落ち着け、慎重にやるんだ。ここは左を審判で、この後何もしなかったらいいんだな。よっ。もう何が来てもいいもんね。わあ、おやきのケツ。まったく汚いケツをこっちに向けてきやがって。じゃあ左に逃げます。でこいつでオンオフが変わったね。でこっからどうするか。あのフラワー取れっていうことね。ここら辺で大丈夫。石をしてる。どのタイミングで避ければいいのよ。ここでジャンプするでしょ。でフラワー落ちてくるから、あれ取らなきゃいけないと思うんだよな。どこどこ、え、ここか。よし、よく一発で避けたな。お前戻ってくるんかい。ドッスンを避けてフラワーを取ったら一番右に追っておこうか。それで戻ってきた時にかわします。オッケーオッケー。さあこれで先に進んでいっちゃって、でフラワー乗ってこれを右に行けばいいのかな。さあドッスン行こうか。ドッスン、お前ちょドッスンど、お前動けよ。これはおもろいわ。まさかドッスン動かないなんてね。じゃあジャンプして右上に行く。オッケーオッケー、こっちでいいよな。で土管は入れるのかな。土管は入れそうにないか。うん、大丈夫、これ素直に入れさせてくれる。うん、どこに入れてんの。そんなところに入りたかったわけじゃないのよ。でどこってんの。ならばここはジャンプして何もしないでいいと思います。でこの土管に入っていくと、もう意味わかんねえバグとか持ってこなくていいから。間違い探しか。ファインド、見つけろということですね。だから一番左が間違いと思いきや、僕はここをすり抜けるんじゃねえかなと思うんだけど、いやそんなことはないか。うわ、これどうする。もう一番左行っちゃおうか。罠を見つけたぞ。違う違う、そういうゲームじゃないのよ。罠をかわし続けなきゃいけないゲームなのよ。じゃあ真ん中は。あ、真ん中いいんじゃない。申し訳ねえけど、あと 1,2 回はここで引っかかるような予感がするわ。ここは右はダメですよね。このすり抜けれるやつやめませんか。だがもう分かった、この真上のブロックたち抜けれると思うよ。だからここでジャンプ。ジャン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 。分からんのよ、こんなん見つけるまでやられちゃいますよね。じゃあ真ん中行ってみようか。真ん中行って、このガボンの鉄球がなくなった時に左に行ってみようか。もしかしたら抜けれるかもしんないもんな。鉄球が左にあるってことは、ここ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 、よっほほほほし。で、また一番右で合ってんのかな。普通だったらここだよね。お願い神様、お前は坂だ。僕ね、一番右怪しいと思ってるんですよ。ここでハテナブロックを叩かなかったら先に進めるということですね。1/3、見事当てることができたよ。中間があるじゃん。この中間普通に取らせてくれると思う。頼む、中間チュッ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 。おかしいって、今中間触ったじゃん。なんで取れてないのよ。ここすりできるとかそんなんない。ないよな。じゃあ先に。これギリギリのところで待っとけば、この恋に変わったっていう感じだじゃない。まあいいか、中間なんていらないっていうことを見せてやるぜみんなに。これはネガ記録取っていいの。取る以外ないもんな。なんだお前、心もくれんだよ。もしくはここで右を進化してたら中間取れたんかな。あ、まあ取れないか。だからこのバーギリギリのところまで行ったら中間が取れるというもんだ。
やっと中間にか。で、上に行ってデカキノコを取るんだけど、なんかね、スーパーボールフラワーが邪魔してきたんだよな。だからすぐ下に逃げます。で、クパキラ乗れるのかい？乗れるね。でもこれは上に、いや、どっちだろうこれ、上下、上は行けそうにないか。じゃあこのクパクラン乗って下に行きます。あ、これで良さそうだね。で、ハテナは、ハテナは叩いてるよ僕。こんなさ、叩けないハテナブロックなんて見たことねえって。バネ埋まってる、なんだろう。まあいいか、無視していこう。もうこのコースはね、何もかも気にしたら負けだと思うよ。ママー、これデカキノコを維持した状態のまんま来なきゃいけない。デカキノコでも壊れないのか。なんだお前。ちょっとこっち来んだって。いや、こっち来いよ。何つらってんだよ。デカキノコで下に降りたらさっさと右に進んじゃおうか。これでクパクラはかわせるよな。で、氷を溶かして進みますよと。クパクラもうこっち来んなって。いいじゃん、さっき罠にはめたんだからさ。で、これは何、進める。デブロスの意味が分かりませんでしたけど。じゃあここでパックンを倒してヒップドロップ。壊れませんね。これもしかして履いてきたらいけなかったみたいな。やっちまった、やっちまった。カナの甲羅履くでしょ。で、パックンは倒したいんだよな。蹴って倒してここでジャンプで、ツタ、これ掴まれる？いけるかな？降りた瞬間右！いい加減にせんか！降りたら左に俺だけでよかったのね。隠しブロックとかはなさそう。じゃあオンオフブロックは変えさせて。誰君？なんで音符ブロックが変わってんだよ。違う、音符ブロック、音符、音符が変わってんだよ。もう何言ってるか分かってんじゃねえか。音符ブロックと音符ブロックが混じったらさ、ここはフラワーが出てくると思ったら違うね。はぁ、そんなワープなんか引っかからねえよ。僕がいくらワープしてきたと思ってんだい。いける？無理じゃんこんなの。どうやっていけっていうの。いけるか。ですよね。じゃあ右に行って左に行くでいいのかな。そうすると右に渡れるようになりますみたいな。やばそうだよな。で、これいける。これジャンプしたら壊れるんじゃない。ボブちゃん遅い。右に進むと何もしないでいいと思いますよ。するとボブちゃんが降ってきてくれる。早く降ってきて。ピンスイッチが変わっちゃうから。じゃあ一番右までダッシュして行きの。これでボムちゃんは降ってきてくれるじゃん。さっき右まで行かなかったらダメだったんだろう。あしゃがみジャンプだ。上にバーがあったからここでしゃがみジャンプ。するとこのドアに入れるということですね。今右なんか出てこなかった。で、スワンプ、あ、ゴールあるじゃん。上は上でチビになっていけっていう感じで。で、ジークスワンプ、石親父の悪魔ということかい。上等じゃないか。どんな石親父が来ても俺は屈しねえからだ。勝負だ石親父。なにこれ。勝つの暴力。ここに隠しブロックとか、いやないか。じゃあチビ状態のまま行かなきゃいけないんだね。さあチビになっていこうか。次こそ絶対にゴールしてみせるからだ。じゃあ音符を叩いて右ダッシュ。それでいいんだろ。早くゴールゴール。透明ブロック設置すんだ。いや今ね、丸々に乗ってゴールポール届いたと思ったんだけど右に進めなかったんだよね。だからあえて左に行くのが正解っていう感じなんじゃない。で、いえ、うわ、なんで。大量のストーカー親父が来るから焦るんだよな。じゃあちくわブロックがあったからそいつに乗ってしゃがんでればゴールできるんでねえの。やったいや最高に面白いバグコースでしたね。この制作者さんはあんまりトロールコースとか作らないんだけど、今後ぜひ作ってほしいぐらいクオリティ高かったですね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ロロロ、説明文にアンパンマンのマーチとか流しながら XY 押したり離したりするのがおすすめって書いてるんですよね。ってことはリズムを取らなきゃいけないっていうコースなんかな。まあサムネを見るとメットを蹴る以外わかんないんだけど、あのメットを追いかけるっていうコースだと思うんだよね。ただアンパンマンのマーチっていうのがマジでわからないんですよ。まあやっていこうか。クリア率は 0.7%。 アンパンマンとかここ数年マジで見てないな。今でもテレビで放送しようんやか。大人になっても見たら見たで面白いよね。さあ始まった。まずこのメットを蹴るでしょ。メットを蹴ってこのメットを追いかけろっていうコースなんかな。まあ一旦このまま進んでってみようか。何あいつら、何振らしてくる。何すんだ。もしかしてこれメットの間に入りながら進めっていうコースなんじゃない。こういう風に合ってんのか。メット、多分ね、そうすることによって上から降ってくる敵からマリオを守ってくれるっていう感じだと思うんだよな。これ、ぶっさー。
こんなのマリオじゃない。マリオメーカーってマリオを作るもんなんじゃないの？違うゲーム作ってんじゃないよ。やべえ、前がねえ。心もとねえぞマリ。いや、これ1個でいけるんじゃない？頼むマリ。さあ、どうした？どけー。ほーら、忘れないでみんなのために、ふふふ、歌詞がわかんない。4番目でもこれで先に進めてるよね。さあ、ゴールまでもうすぐだよ。ハリーよった。ただちょんちょんするだけの講師じゃないけ、なんてことはない。ちょんちょんのリズムさえ取れば簡単に進めることができるんだ。ちょん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 、このタイミングだ。ちょん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 、ちょっとマジでリズム取らして、喋りながらだったらマジでむずい。このコース、はいや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 後ろからの右ダッシュ、やったこれ本当に難しいけど、今までにない楽しいコースでしたね。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。